ニュースレター仏壇販売転職新聞第3号作成いたしました金箔が吹いても剥げない国産仏壇お仏壇の販売が転職永田光輝でございます、えー、今2018年11月1日まあ今日すごいですね今日から11月でございます今朝5時44分朝動画でございますさあ11月も頑張りたいと思いますえちなみにですね ニューースレーター作りましたよ。なんと記念すべき第3号まだ3号かいみたいなツッコミがありそうなんですけどですねもう私としては一生懸命でございますいやでもニュースレーター面白いですよねもう私もう公開してるんですよもうちょっと早よ始めておくとよかったなーってこれお客様喜ばれるんですよであの私思いますねもう値引きとかクーポンするくらいだったらニュースレーターの方が私はいいですねもうこうやってですねあの今回ですねネタはですね西日本新聞さんが当店を取り上げていただいたん あのはい、あのこの熊本地震を通じてです、ね、あの皆さんどう変わりましたかという記事を連載してらっしゃるんですね。えー、復興ノートという欄がございますでそこで当店ご覧いただきです、ね、もう取材していただきました誠にありがとうございますでそれを早速です、ね、記事で発信みたいなです、ねはい、って形でしております。 まあ、あのー、これ非常にですねお客様から大好評と私が勝手に思い込んでおりますけどですねただあのなかなかほら口では言えないじゃないですかいやお客さんって私はですね朝4時起きて5時から店出そうですよねなんて言われるんでしょう。とったらやっぱ入って渡すと「ほうこの人は熱心かね」って思っていただけますからですねやっぱりあのこれですねあああのののまあ、ご来店のお客さんあの 一般の仏具のお客様もそうなんですけど、商談の制約率がアップしましたね、それとやっぱり、あの今、だいたい25通、今、郵送で送っております、ですから、アフターフォローができるんですね、もうこれが一番大きいですね、あの、アフターフォロー、今までですね、まあ、あのまあ売りっぱなしというかですね、あの、今も、今、ちょっと一生懸命、毎日ですね、リストを作成してるんです、私ですね、リストを作成してます、あの、郵送の。で にまあ、結構いいお仏壇を買っていただいたお客様に15年間全然連絡を取ってないんですよね。やっぱあのいいお客様でトラブルがない場合にはそこで切れてしまうんですよ。ですからやっぱそういう形で年にやっぱ3回でもええからですねですからこうやって毎月,、えー、毎月発行していきますのでですからこれを3枚とか4枚とか同封して送ると。 まあそういう形でこれだったら私にもできるなみたいな形でですねもうまあ,まあ月にですねひょっとしたら結構ぱ結構うんまあうんまあうんぐらいかかるかもしれないですけどですねただもうその費用はですねゴルフをやめてお酒をやめて娯楽をやめてその分ニュースレターにつぎ込んでいきたいと思いますいやでもこれは本当にですねとても素晴らしいあの仕組みだと思っております。川県本舗の 面白本舗の川県社長あの紹介ありがとうございますはいではここまでこの動画を見ていただいて誠にありがとうございました心よりお礼を申し上げます皆様の開運後発展心よりお祈り申し上げます今月も頑張ります